Welcome to Delph Rush。 ここではかっこいいダンスをするためのプレーのコツを教えるよ。2人でプレーするときは前後に並んでプレーしよう。足元のステージが君たちの踏んだ位置をセンサーで読み取るんだ。前にいる人はオレンジ色、後ろにいる人は青色の足跡が表示されるよ。じゃあ早速始めよう。 Let's dance。 このマークがこの判定ラインに重なったらタイミングよくステージを踏もう。3、2、1、NOW!Perfect! 前にいる人は画面の下側、後ろにいる人は上側を担当しよう。まずは前の人。3、2、1、NOW!Perfect! お次は後ろの人。3、2、1、NOW!Great! 今度は一緒に。3、2、1、NOW!Perfect! ミスをするとライフが減ってしまう。ライフを残したまま最後まで踊れたらクリア。長いマークの時はマークの位置に合わせて足をスライド。スライド。体の向きを変えるとプレーしやすいよ。スライド。スライド。このマークが来たらジャンプ。両足をしっかり浮かそう。ジャンプ。ステージの操作はこれで完璧。次はアップダウンのグルーブをマスターしよう。かっこよくダンスするためにリズムに乗って重心を下げてみよう。うまくダウンできればこのゲージが黄色に変化するよ。マークに合わせてタイミングよくダウンしてみよう。ダウンダウン、パーフェクト、ダウン、パーフェクト。 OK、 これで完璧。最後におさらいしてみよう。レッツダンス。ワン、ツー、スライド。右、ダウン、左、ダウン、右、左、右、ダウン、ジャンプ。Great! Nice dance! 他の曲でも踊ってみよう。